水瀬いのり、大西沙織、ピックアップガールズミミ。この番組は断末メモリアフレーズの提供でお送りします。今ゴールデンウィークらしい。 GW ゴールデンウィークをちゃんと満喫したことがあるのはいくつまでだったかな。あんたは早いからね、仕事を始めたの。え、社会人の皆さんは終わりで？あるでしょ。普通の会社はあるんじゃない？いつからいつなんだ。なんか5月のさ、あの子供の日付近あるじゃん。5月5日だっけ、あるある子供の日だっけ。その辺はなんか、あ、休みなんだなってわかるけど。え、もはやさ、4月中から始まるの？ゴールデンウィークわかんなくない？あ、その年によって違うのかな。誰が決めてんの、ゴールデンウィーク。いや、わからない。それを言ったらもうプレミアムフライデーもわからない。プレミアムフライデーは月の一番最後の金曜日が15時ぐらいまでだよ。皆さん頑張ってるからって。そう、私たちもそれしよう。できない。できない。それできない。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 だけどほら、平日に休みだったりするからね。そうだね、確かに。そうそうそう。で、空いてるとことかあるから。ってことはプレミアムフライデーは月に1回しかないってことか。あ、でも月に1回あるの。そうだよ。いいじゃん。なんかいいよね、月に1回この曜日はちょっと早く仕事上がれるんだって思える何かが欲しい。欲しい。私は小学校の時は水曜日はいつも午前授業しかなくて午後がなかったの。え、全学年。嘘でしょ。土曜日は？土曜日学校ない。はぁ、あれ3つでそんな違う？え、私はいや、普通に月火水木金はびっちりで、で土曜は中でもなかった。この日は5時間、この日は4時間しかないとか。え、それ、え、小学生とか、うん、で普通に低学年はみんな4時間で帰るけど、低学年ってか 1,2 年生ぐらい、3,4 人になったら普通にね、お昼食べて、え、ずっとあったよ、夜。ほんと、私は小学校こう6年間の中で水曜日はどの学年も4時間で帰ってたよ。やばい、こう見バレする私。見バレする。地域性あるかもしれないよ、もしかしたら。まあ大丈夫でしょ、そんな悪いことしてないし。そうそうそう、いやいや、ゆとりよ。あ、ゆとりなのかな。俺でもゆとり終わってる世代じゃないの。なんか私悟り世代だって聞いたけど。え、そんな世代が終わりで、悟りの世代があるって言って。もう何、もう、あ、いのりちゃんぐらいのところは悟りだねって言われて、なんか全部こう諦めちゃう。悟っちゃう、全部なんかやる前にみたいな。まあでも仕方ないですよね、物分かりがこういいみたいな、すぎて等身がない、戦うぞ、うわー、でもみたいな気持ちがなくて、あ、じゃあいいですって言いがちな、引いていくタイプ。そうそう、諦めがちな世代が悟りだって言われて、当てはまるって思っちゃったけど。ゆとり、悟り、次なんだろうね。今なんかそういうのあるのかな。尽くしとかなかった。あった。なんだっけ、なんだっけ。尽くし世代って何？耐えちゃう子たちだっけ。違うかな。え、すごい頑張る子じゃね、それね。抱え込んじゃうみたいな。あ、そうってこと。そうそうそう。でもほら、いろいろ現代が進化していってさ、もうだっていろいろみんなもうスマホなわけじゃない。顔も見えないでメールでお互いの気持ちを伝えるとか、現代問題あるじゃん。そういうこと？それでこう、尽くしちゃうってこと？いい人たちじゃん、それ。お互いになってみんなその世代は。じゃあ何、大丈夫ですか？そちらこそ大丈夫ですか？私は大丈夫です。いいんです、私も大丈夫。何それ、尽くし合い。え、そんないい世代だね。うん、でそれがみんなさ、おばあちゃんになったらもう平和な世界だよ。そうだね、みんながなんかこう。でもそこでこうイライラしてきちゃうんじゃない？あなたは黙って尽くされてよみたいな。何それ、怖いんだけど。でも私も尽くしたいのにみたいな。ああ、だから尽くしたい人たちがなんかぶつかり合って、尽くせよの人がいなくなっちゃってるってことなんじゃない？私尽くしてほしいもん。私もどっちかというと尽くしてほしい。じゃあその尽くし世代、年上と求む。年上のみんなとこう。尽くし世代求む。何歳ぐらいなんだろうね、尽くし世代って。わかんないけど。話急に変わるけど、今回もいろいろやったね。下手くそ。突然のね、まあまあ戻ったって感じでね、そうそう、ちゃんと本に、そうだね、まあ、今回はこの日付から始まり、いや結構長いことこのまんまでいるけど、なんか思ったより崩れないよね。私辛くないね。全然平気。自分で帯巻いたんだもんね。ね、ていうかさ、私この着物、まあ浴衣しかほぼ着たことないけど、
浴衣で間食って着たことなかったの。あ、そう。あの授業で使ってた、その日部で使ってたやつも全部赤だったし、なんかもう着物とかも着るときは赤系がいい。いいです。いい。むしろなんかピンクとかじゃなさそうなイメージだったから。ああ、ピンクとかは違うけど赤が好きだったんだけど、うんうんうん、今日ね、ちょっとブルーで涼しげでいいと思う。いいよね、なかなか、うん、私もそれ言ったらピンクあんま着ないからさ、うんうん、それこそ水色とかピンクっぽいけど紫も入ってるね。うん、なんか新鮮だったね、いいね、お互いに、うん、いや、どんな風に塗ってるのかあれですけど、いい、あとは生け花。はい、生け花、うん、私はもうちっちゃく事故が起きたからね。この中指が剣山に剣山してたっていう、うってちょっとだけ穴がっていうね、ちょっとだけ本当にちょっとだけ血がにじにじしてたそう、それをちょっと見せた。そうそう、あ、剣山に剣山したってって言ってスッて戻ったから、そう、これも自然治癒でもそれも良き思い出ですよ。いや、楽しかった。楽しかったね。でも難しい。ほらほらほら、私の作品よ、あれ。いや、素晴らしい。でも私のは並べてもらえなかったら、なんかこう事故があったんでしょうかね。そうです。やっぱり、ナスかな、焼きナスがまた結構グラグラしてたからね。手の中からこの焼きナスがやっぱり重量あるから。よくない？改めて見ても。てかね、これ普通に初見でこの部屋に入ってきたら、誰かの作品だと思う。思う。広角で売れる？あれ。売れる。本当？私のも来たから。いや、でも先生が、あの、これを作ってくれたのが日の丸ね。そう、日の丸を作ってくれたことによってなんかちょっと動きが生まれた。あれさ、素人にはできない発想だしね、うん、っていうか、あんなに結んでいいのなんて。そう、木とかって折っちゃいけないって思っちゃうじゃん、うん、だからすごいなんか新鮮だったし、桜もね、あるし、いい感じです。すごいな、貴重な体験だったわ。そうだね、なんかこう、うん、日本人としてのなんかこうスキルが上がったというか。そうだね、うん、まあ何もかも先生がいなければできなかったことだけど、はい、でも経験することでなんかちょっと、うん、大和なでしこ堂、そうだね、うん、生まれたちょっとまた機会あったらね、先生たちにもなんだかんだ、ね、たくさんいろんな人たち来てもらってるからね。イブちゃん、真央先生、うん、今日の先生たち、そうだ、2人。あ、でもサンタさんだ。あ、サンタさんサンタさんに着物見せたかったね。あ、確かに私たちこんな一面もあるんですよって、うん、見せたかったね。メリークリスマスで帰ってっちゃったからね。そうだ、また1年後かな、12月にまたお会いできたらいいなと思って。長いな、先が。今みんなのプレゼント聴取してるから。なるほどね、全世界回って何が欲しいんだいって言ってるとこ、うん、また会えるといいですな。そうだね、うん、あとはやっぱゲスト来てほしいね。そうね、松岡さん、そうね、うん、いや、叶えばいいな。どうなるかね。アイムさんからなんか言っといてよ。いや、松岡さん忙しいんですよ。めっちゃ忙しいって言ってた。でしょ、うん、あ、言ってたの、言ってた、松岡さんが言ってた。珍しいね、松岡さんが言うなんて。忙しいって言ってた。耐え忍ぶタイプだからね。そう、あ、つくし、あ、つくし世代なの。つくし世代、え、年上だけど大丈夫松岡さん、つくし世代疑惑みたいな疑惑。あ、そう、発覚。そうかも、つくしの先駆者かもしれない。世代っていうか体質だね。つくし体質、うん、性格だね。私何体質だろう。確かに。断末メモリアフレーゼ好評配信中。ねえ、旅人の機能なんだい。相棒でもトラド、かっこ宙に輪車、空を飛ばないものだけを指す、かっこ閉じのエルメス。紹介ご苦労様。機能はやってみたい職業はある？そうだな、冒険者なんていいかもね。どうしてそう思うの？それはね、エルメス、そのうち明らかになるはずだよ。そう、このコラボイベントを全部プレイすることで。ああ、宣伝が上手。次回、迷宮の国と異邦の旅人。キノ君、旅人と冒険者、奇跡のコラボレーションとシャレ込もうじゃないか。それヘルメスって人の真似？おう、似てるでしょ。断末メモリアフレーゼ、キノの旅コラボ開催。いや、ブーブー買うよ。じゃあブーブーは私に選ばせてね黙らっしゃいだわハッピーバースデー祈り。すごい、私頑張る。ちょっとね、ちょっとスタート今走り出しました急に始まる全力坂